おかえりなさーい。はいはい、毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしておりますチャンネル TV、 私自治会の牛久が大好き地域を一つの大きな家族の本当のチャンネルです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、はい、牛久大仏のお膝元牛久市かずら町から来ましたサンタクロースのゆうがんです。こっち見ないでいい、あっち向いてよかった、ね、こっち見なくていいですか。こっち見なくて、そっち向いて反応困っちゃいます、うん、ただもう一回もう一回、うん、はい、サンタクロースのサンタクロースのユーゴンです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、視聴者さんがね、サンタクロース加減があまり伝わってないかもしれない、はい、でほらサンタクロースも、あでも足まではここまで、あやったね、どうです、それを毎日着てたらちょっと引くでもまあたまにですからね、今年にあと2回、あともう1回着れるからクリスマス当日。本当に来んの？来ますよ全然。これも大学これで行きましたもん。え、そしたら何か言われた？え、なんかやるの？って、うん、知らない人に何か今日やるんですかって言われました。知らない人に声かけられたの？普通に。だから普通の私服ですよって言って。そしたら？なんか変な人バカじゃねみたいな感じでなんか。まあそうですよねみたいな。ちょっと早いですもんね。22日だから、ね。いやでも今日逃したらこれ1年でも1年に。1回って悲しくないですか、さすがに、うん、え、これさ、はい、学校でも青いズボンだったの、青いズボン、うん、赤いズボンえ目大丈夫ですか、疲れてます赤いズボン、赤いズボンですよ。え、今日ずっとこのコーディネート、そうです、なんかちょっと迷ったんですよ、うん、今日こっちのために着替えてくるかって、うん、それでもなんかちょっとそれ違うなと思って、うん、サンタってそういうもんじゃないと思って、ほう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 、なんか謎の意識の高さで、はい、意識高い系ね、なのにスニーカーっていうね、なんかムートンブーツ、ここさブーツにしたらよかったんじゃないの置いてきちゃったからバイト先に、しゃーない、しょうがないね、はい、なんそんなわけで始まりましたけどね、はい、毎週火曜日は私チャンミオとユーゴンと一緒にお届けしております。え、現在ですね、音響さんだったり編集さんだったり、はい、スタッフさんを大募集中ですので、はい、来年来てくれるといいですね。本当だね、きっと君は来ない、え、なんていうの、何の歌ですか、一人きりのクリスマスイブ、あーそれか、来年は来るといいですね、はい、今年来なかったからさ、そうですね、でもまだありますからね、かけましょうクリスマス、そうだね、クリスマスプレゼントで、スはい、スタッフ待っててください、分かった、はい、持ってきてね、待ってさっきのなんか音の男の子、あいいです ね、やればいいのに、してるじゃん、うんね、やればいいの、あありがとうございます、あらよかった、サンタクロースほらやっぱりいいですね、ありがとうないですけどね、ありがとう、はい、何がですか、NPO 法人なんです、私たち NPO 法人でやってるんです、あそうですか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、羨ましいよ、ね、あら、あ本当ですか、サンタの格好してみてください、何もあげませんよ、え、いくつだろう、50、うん、50、絶対に、うん、いいとこついて64 85、それはちょっとやばすぎる、リアリー、もうやないよ、恥ずかしいもん、バイバーイ、すごい85って待って、80だ、85やばいですね、まあ50はだいぶ嘘ついたけど、うん、だからちょっとだからちょっといいところ行ったのにいいとこ行ったのに、ね、でもちょっとさすがにそれは80は見えなかったです、全然ない、すごい、素敵な害がいますね、はい、牛国はね、はい、まあ、そんなこんなで始まってますけど、今日の日付確認からですね、はい、ごめんなさい、あ今日はできてないかも、やっぱりそうだと思った、すいません、はい、今日です、12月22日の火曜日ですね、はい、第856回目のチャンミュー TV でございますけれども、すいません、なんかちょっと残像がね、こちらですね、しました、正しいのは見る人が見れば正しく、今直してます。あ、はい。うん、で私寒い。そんな？でも薄着すぎですよ。うん、寒い。寒いし眠いしみたいな感じ。寒い。はい。今年最後タム。あ、もう最後なんですよね。タムってどういう意味？タム、え？タムつけません？ミオタムみたいな。つけない、じゃあいいですじゃあいいです共感できないのならもう知ったこっちゃありました、結構エブリで共感できてないよ、あ本当ですか、え、タム使えません、何タムって、使えません、何タムって普通に、何でも
え、今日お腹すいたタムみたいな。違う、すいたムみたいな。それやったら3タムに3タム。それだってさ、おじタムって。それさ、はい、名詞の後にタムつけるとかじゃなくて動詞の後にもつけたりとかするの。全然なんかその意味が分からない。分かんない。なんかサンタムはだってサンタって名詞についてる。サンタムってセンスしかない言い方ですよね。サンタムセンス、センスしかない。そう、そうです。サンタさんですか。いや、サンタムです。伝わりません。全然伝わらない。うわ、マジか。お腹すいたむもう。すいたむってめっちゃいいじゃないですか。ほら、やっぱり動詞でしょ、うん、だからタムって何なの。だからそういうなんかくっつける付属語的な。あんまり共感できない。 なんで共感できないのは広げようとしたんですか。いや、なんかなんでだろうと思って。何にかかってるんだろうと。普通にタムって何でも使える、何でも使えると思うんですけどね。使いたくないです。まあそんなコロナで始まりましたけど、ね、いいです。いいタム。やだ、なんかいくタム。なんかなんか違います。変な人みたい。一回やってみたらなんか割といいぞってなります。よろしくタム。よろタムですよ、その場合。じゃあやだな。あ、よろ、うしくは言えないですね。だからよろたむ、よろたむ、おはようたむ、サブタムとか、サブ、サブタムとか、サムタムとか、サムタム、うん、何でも使えるんです。あちゃーって感じ。もう、うん、もう厳しいですから。いきます。最近の学生ってそんなんなの。え、だから遅いんですよね。なんかむしろ自分が流行らせたんじゃないかなと思いました。ギャル語の先週やったじゃないですか、うん、あれ僕が流行らせたんじゃないかなと思ったんですよ。多分そんなことないと思うよ。りょとか、りょとかりとか。多分そんなことないと思う。本当ですか、うん、みんな考えること同じなんだなと思って。逆にそしたら多分使ってる人も多いと思いますよ。わかんないですけど、私は使わないです。ぽよとか、やるぽよ。あげぽよでしょ、それ。もっとずいぶん昔にやってたよ。違います、違う。あげぽよとは一緒じゃないです。やるぽよ。ぽよぽよみたいな。あと最近オッケーっていう時にプーンって言います。オッケー、プーンって。どうしよう、放送事故になりそうなので次に行きたいと思います。はい、お願いします。もう事故らせないでください、はい、コメント届いてます。はい、うん、どなたですか。どうもどうも、お久しぶりの登場でございます。カッパスくんです。カッパスくんです。僕は初めてなんです。どうもお帰りなさい。お帰りなさい。忘れ去られてました。はい、うん、皆さん、うん、あっちの方行ってる。はい、はい、でコメント来てます。はい、セクターさんが、はい、おかえりなさい。キャミオユーゴン、ただいま。おかえりなさい。で、タカちゃん、うん、キャミオユーゴン、お疲れ。今日も残業1時間、さぬきなお。あ、気をつけて帰ってきてください。セクターさん、はい、ズボンも赤なのか。赤だったんですよ。もちろん、青じゃないです、はい、赤です。赤です。はい、じゃあね、まあ、今日はカッパツくんと一緒にお届けしていきます、はい、チャンネル TV でございま す、ね。まあ、今日の、ね、ラインナップはね、この後いつものコーナー牛乳をご紹介して、はい、牛串情報もろもろお届けします。そして曜日ベッド MC コーナーユーゴンの数学好き好き。またなんで数学は嫌な顔するんですか。じゃあもうちょっと僕の好きな言葉コーナーにします。いやだ、もっとやる で、 ですよ、ね、その後に、はい、今日はゲストさん、はい、今日ね、牛串と言ったらドッジボール。いや、オーケー。ドッジボール、今日はね、若者も出演してくれる。あ、そうなんですか。だからこの前の小学生のやつ、うん、見てから、うん、かすげえドッジボールかっけえと思ったから、うん、ちょっとやってみたい。じゃあちょっとその話盛り上げてね、はい、ドッジボールやる、たぶんやる、たぶんお願いします。盛り上げたぶん。じゃあ、はい、行きます。行きましょう。はい、じゃあね、最初のね、コーナー行く前に提供さんのご紹介からいきたいと思います。 VTR、はい、どうぞ。チャンミオ TV は佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社ソメヤ生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたします。衣装提供は門倉商店さんと三角さんの提供です。チャンミオ TV は続いてのコーナー牛ニューでございます。2015年12月22日ここ茨城県牛久市で起こったニュースだけをお届けしていきたいと常日頃考えております、はい、私牛久のニュースを読ませたら右に出るものにチャンミオです。見てらしくね、可愛いでしょ。綺麗。こんな、あれマントありましたっけ前から。だから
からね、新しくらしくに。ああ、もう完全に新しい仕掛けですか、これが。そうです、らしくと一緒にお届けしていきたいと思ってますけど、はい、今日のね、牛久のニュースのラインナップご紹介していきたいと思います、はい、今日ね、わりかし小ざっぱりとしてる牛乳なので。本当ですか、結構気になるんですけど。え、ん、多いんですけど。本当ですか、じゃあいきます、はい、じゃじゃーん。はい、あ、小ざっぱり、さっきのやつじゃない。うん、さっきのやつじゃないんです。はい、うん、ちょっとあんまりちゃんと知らないんで、その劇団スペクローラー、うん、ちょっと教えてください。劇団スペースクローラーって何か知らないっていうこと。はい、劇団なんでしょうなぐらい。それね、多分ね、カッパツくんが教えてくれるから、カッパツくんに聞いてみよう。はい、カッパツくんお願いします。どういうことですか、これ。うん、ええすごい突然振られてびっくりしたんですけど、うん、劇団スペースクローラーとは、金曜レギュラー、うん、はい、カッパツくん、じゃねえ、金曜レギュラーマジ、はい、が、はい、あの長として、はい、やっている劇団でございます。はい、うん、はい、そうです。あ、マジですか、そこまで存じ上げてたんですよ。そう、でもあのね、もう今年で劇団スペースクローラー10周年を迎えまして、はい、でですね、今回、まあ、20周年、あ、20周年になっちゃってるね。ごめんなさい、すげえ、10周年です、超アニバーサリー、10周年ですから、10周年の記念公演になっていて、ね、あの、まあ、今後ね、いろいろと舞台があるんですけれども、はいはい、今回はその劇団スペクローって、はい、本当に舞台やってるんだよっていうのを、はい、昨日もね、お届けしたんですけど、今日もお届けしたいと思いますので、はい、ちょっと今日は長めの VTR 用意しました。 VTR、はい、どうぞ。半年前に死んだ。山田君の奥さんが亡くなったなんて知らなかったよ。ひどいこと聞いちゃったな。私本当はね、亡くなったって知ってたの。え？とにかく絶対変だって。一時期はマシキに手出してるんじゃないかって噂聞いた。門に吊るされてたんだ。ゆうこの撮ったフィルム、亡くなったことあったの？山田がいて、鈴木がいて、みんなが青い顔してて。それで？誰かが苦しみだして、あ、食中毒じゃないか。俺たちこれから吊るし上げられるわけ。誰が盗んだんだ、白状しろってか。こうやって今さら高橋に呼び出せるような時、何か思い当たる節でもあるのかって。はいよ、大河の不安なんじゃない。何をビクビクしてるの。ビクビクなんかしてないってば。俺が荻原を殺した犯人だと思ってるんじゃないの。カメラ大丈夫。もう一個のカメラはバレてないと思うけど。一緒に見てみない？あの日学校で何が起こっていたのか。私の人生も誰かがフィルムを回してくれればいいのに。そうすればこれが自分の人生だと実感できるかもしれない。まだ知らないんだよ、どんだけ不条理な、信じられないような理由で他人を恨む人間がいるかってこと。感謝しつつも私はあなたを憎んでいた。あの時いいよと二つ返事でお金を貸してくれたあなたを。ああ、俺の素敵なゲロ袋が来たって顔さ。ゲロ袋は黙ってゲロを受けるしかない。人の気を引きたいだけのくせに、かまってもらいたいだけのくせに、死ぬ死ぬなんて軽々しく言うな、嘘つき。
前一体何カメラで映されてると分かるとさ、もしかしてあの食中毒事件は具体的な事故かもしれない。クリニックの入り口に猫の死骸が潰されてたのか。本当は分かるのか。さて、こっから先が不愉快なんだ。おい、どうした。おい、大丈夫か。大丈夫。というね、劇団スペースクローラー、これはね、猫と針という舞台をやっていた時の、これホラーですか、サスペンなんだろうね、まあ、これね、この間やってたんですけど、はい、この間というか去年、はい、一昨年っていうか、はい、やってて、そう、これもすごい面白かったですね。あ、そうなんですか。そう、まあ、今回やるのはこれじゃないんですよ、あの皆さんにね。あ、違うんですか。あ、これごめんなさい、これ今回じゃないです。あのみんなね、よく間違えさせてしまうんですけども、今回はこちらですね、ディアーディフェクト、雨降り橋のロボットという作品をやります。感動系ですか。それはね、見てからのお楽しみでございます。まさか見てないわけない、見ないわけないよね。これどこでやるんですか。これは牛久市の中央障害学習センターの大ホール、なんと1200人の前で。そんな広いのあったんだ。まずありますよ、牛久の中央障害学習センターって一番広いのよ。1200も入るんですか。そうよ。へー、なので、まあ、相当なんですけども、そうなんだ、まあ、そこでね、野次子団長も率いる、はい、劇団スペースクローラーの皆さんが、まあ、舞台をやるんですけれども、これはね、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っておりますので、私も出ます。なんで劇団スペースクローラーだったんですか。うん。あ、そうだったんですか。じゃないんだけど、まあ、とりあえず友情出演を今回出させてもらいますので、はい、まあ、これね、すごいんだよ。まあ、ぜひ皆さんに、前売り1500円で当日1800円になりますが、ぜひ前売りでね、あのお買い求めいただけたら嬉しいと思いますね。前売りってどうやって買うんですか。私だったりとかチケットピアとかでもあれですけど。ああ、そうなんですか、うん、そんなしっかり買える場所なんですか。はい、あ、そうなんですか。しっかり買えますので、しっかり皆さんもぜひゲットしていただきたいと思います、はい、2016年1月17日の、日曜日にですね、はい、開催となりますので、ですね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、1時30分開場、そして、2時開演でございますね、はい、いやー、劇団系好き、すごい好きなんですよ、ね、嘘、やっぱ AKB 好きだから。あ、劇場みたいな、劇場みたいな、そういう場が好きなんですよ、ね、超行ってみたいと思って。来てよ。行ったことないから、行きます行きます。本当にバイトとか入ってんじゃないの、うん、ちょっと怪しい。16だった気がするから行ける気するんですよね、バイト行った、はい、カルタ大会の後に。あ、そうだ、カルタ大会の後だから、うん、え、もう申し込んだ。申し込んでないです。間に合いますかね。もう間に合わないでしょ。え、もう間に合わないですか。だってこれ十何日前だったよ。まあでもそんなこんなでですね、ぜひ皆さんも足を運びいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ画面戻りましょうかね、はい、そうそう、カルタで、あ、そうそうそう、コメントが届いてるかな、はい、コメント来ております。はい、セッターさんが、はいはい、多分、うん、何なんだ、ハテナハテナハテナと来てます。私もハテナです。はい、あとカリアさんが、うん、おかえりなさい、おかえりなさい、あれ、カッパつくんできてます。はい、カッパつくんです。はい、コメント以上です。はい、ありがとうございます。じゃあね、続いてのコーナー参りましょうね、はい、美しい韓国協会チャンネルじゃなくて、はい、韓国協会情報ですね、はい、お願いします。ハートフルクーポン券発売中でございます、はい、もう皆さんお得にお買い物できます、はい、ハートフルクーポン券1万円買うと1000円、1万1000円分ですね、うん、お買い物ができます。1000円お得になってますので、ぜひお買い物いただきたいと思います、はい、私もいろんなところでも買い物しすぎてしまいましたので、僕ちょっとあれでお姉ちゃんに買ってもらおうと思って。お姉ちゃんに、お姉ちゃんがあれ持ってるから。あ、そうだね、そう、キッズカード、キッズカード、茨城帰省来た時に、そう、うん、じゃあもずく時に、うん、こっち来た時に、冬休み、そう、冬休みに来た時に、そう、買ってもらってください。じゃあ続いて、ブリアントビル牛久店頭中でございます。これね、外行ったらバッチリじゃない、うん、そうですね、お写真撮ってあげるよ、ね、お写真撮ってあげるよ、うん、あ、これで、うん、はいはいはい、うん、お願いします、うん、後で撮りましょうね、入るでしょ、うん、じゃあ次、キャンティークラシックを牛久で楽しもう、牛久の友好都市グレーベインキャンティー市の名産のワインのキャンティークラシックを牛久市内で飲んだり買えたりできるようになってますので、はい、皆さんもぜひ飲みに来てください、買いに来てください、はい、
でね、あの買えるお店4店舗ありますので、こちらご紹介しましょうね、はい、池の部さん、天満酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、こちらの4店舗すべてハートフルクーポン券使用できますので、うん、ぜひハートフルクーポン券を使ってですね、お得にお買い物していただきたいと思います、はい、では続いて牛串情報に参りたいと思います。ごめんなさい、今日ね牛串情報のテロップ間に合いませんでしたので、そのままですね牛串情報ご紹介していきたいと思います。お願いします。まず一つ目ですね、一つ目はマイナンバーの通知カードを受け取りましたっていうお知らせなんですけれども、ユーゴンは来ました、来ました、受け取った、来ました、来ました、はい、これはね、受け取ってない人、まあ、同一世帯分まとめて、世帯主様宛にお送りしてるんですけども、取りに来てまだ届いてない方ね、市役所の総合窓口課に通知カード戻ってることがありますので、はい、あの受け取ってない世帯の方は市役所の総合窓口課までですね、お問い合わせください、はい、ということでございます、はい、まあでもね、これね本当に大切なカードなので、うん、ぜひ漏洩とかしないようにですね、はい、もらった人は注意していただきたいと思いますね、うん、はい、じゃあ続いてまいりましょうね。続いて2つ目でございます、はい、2つ目は、ね、外国人のための日本語教室、学習者募集というわけで、外国人のための日本語教室が開催されるということですね。日本語がうまく話せないため、困っている外国人のお友達やご近所にお住まいの外国の方がいましたら、ぜひこの教室を、ご紹介くださいということです。日時がね来年ですね、平成28年1月7日から3月17日まで、午前と午後と夜の部と分かれておりますので、午前が、10時から、午後が1時から、夜が午後5時、いや違う7時からですね。全部90分だそうです。で毎週木曜日全部10回、希望する時間帯を一つ選んでくださいということでございます、はい、最初は日本語の日常会話を学びたい外国人など、希望者が多数の場合は牛久市在住の方を優先するということなので、もう牛久市在住じゃなくても応募できるということでしょうね。ああ、参加費はね1学期10回で1000円、つまり1回で100円、そう、安っ、90分100円ですよ。安いですね。英会話そんなに安くないね。もっとぼったくりますよね。ね、だから日本語のこの教室はすごいもん。やばい。超良心です。コスパいいですね、はい。でね、必ず希望者のご本人様が市民活動家の窓口にお申し込みに来てくださいということです。日本語が話せない方は付き添いの方と一緒にですね、手続きをしてくださいということです。英語とイタリア語には対応できます。牛久市役所は英語とイタリア語に対応できる。かっこいいですね。イタリア語できる。かっこいいね。コメディキアミー。なんていうんですか、コメディキアミ、コメディキアミどういう意味ですか、 What's your name、 ああ英語、何語をやってました、ズシパルジュースジュパルフランス、あ、フランス語やってたんですか、 We、 なんかみんなやりますよね、第二大学行ったら、あとイオパルロ、あ、そう、あ、イタリア、なんで詰まったんですか今なんて言えばいいのか分からない、うん、グラッツ、はい、はい、ね、あの申し込みの締め切りがね、ごめんなさい、12月24日なので、はい、明後日です、え、なので、あの、はい、外国人の方ですね、あのぜひ早めにお申し込みください、はい、お問い合わせは牛久市国際交流協会の事務局です。こちらは市民活動課の中にありますので、ね、うん、こちらの方までご連絡よろしくお願いいたしますということでございました。続いてですね、みんなのミニコンサートインクリーンセンターのお話でございます。クリーンセンターの存在はもうこの間知ったんだけど、クリーンセンターあれですよね、奥原のやつですよね、あ、そう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 、はい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 、牛久のクリーンセンターでは不定期にミニコンサートを開催しています、はい、そうなの、ぜひご来場いただきたいと思うんですけれども、はい、日時がね2月の6日の土曜日、午後2時開演、はい、午後1時30分会場です、まあ、1時間程度の演奏になります。入場無料、会場は牛久クリーンセンター、はい、リサイクルプラザ1階ゴミアートミュージアムです。出演は牛久のカッパバンドさんがやってくれるということなので、皆さんもぜひですね素敵な音楽を聴きに来ていただきたいと思います。ということで以上牛久市情報もろもろご紹介しました、はい、続いては明日の気になるお天気牛天です。おかえりなさい、どうもどうもどうも、はい、カッパチ君です。ほい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 、その前にコメント来てまーす、はい、そこりやすさんは、うんうん、放映日の27日出張じゃなくなりました、17ですよ、17、うん、出張なくなったそうです、やったー、待ってます。歌舞伎堂さんが、うん、ただ今おなばけなさい、ちょっとおなばけですね、ちゃんたちが心配なので、うん、多分夜は一緒にいたいのですが、うんうん、いずれエスカードに通い詰めるよ、ありがとう牛久でございます、歌舞伎堂さんがカリアンさん今日はありがとうございました、
トリアンさんが兄貴お邪魔したぽよって言ってます。お、何か浸透してるぽよ、何かぽよぽよ、いいぽよぽよぽよ、こんなカッパカッパわかんないぽよ、カッパぽよ、デスカッパ、はい、ありがとうございます。はい、明日のお天気、はい、明日12月23日、うん、水曜日、うん、ですね、レジ祝日だよ、祝日祝日だよ、チャンミョン TV はお休みだよ、祝日ぽよぽよ、うん、ねえ、なわけで晴れぽよ、3時晴れぽよ、晴れ、6時晴れぽよ、晴れぽよ、9時曇りぽよ、12時曇りぽよ、15時曇りぽよぽよ、18時弱い雨ぽよぽよぽよ、21時弱い雨ぽよ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 でございます。はい、で最高気温10度、最低が1度、寒いぽよ、そうですね、寒ぽよですね、寒ぽよです、寒ぽよですね、寒ぽよです、ぽよ、寒ぽよでございます。はい、皆さんね、風に注意してぽよぽよ、はい、ぽよなわけで、バイバイぽよぽよ、カッパスくんでした、ぽよぽよ。キャラがね、定着してないから、ぽよぽよなんか使うとなんか歯切れ悪くなりますね、うん、自分でやっちゃったのはあれですけど、まあ、じゃあ続いてのコーナー参りましょう。ゆうごんの数学好き好き、はい、というわけですが、はい、今回はじゃん、数学的機能法、ほら嫌がると思ってあえてこういうの持ってきました。今年最後嫌がらせしてやろうと思って。嫌だな、難しいやつじゃん、これチャートで出てくる難しいやつじゃん。そうなんですよ、みんな嫌いになるんですよ。ちょっと気持ち悪いことしますね。例えば数列が分かります？これ見た、見たことあります？え、これさ、はい、分かっちゃった。お、じゃあ説明できます？え、説明はできないけど、あれでしょ、あれになるんだよね、あれです、あれ、 あれね、そう、あれはい、ちょっと書いたんですけど、例えばなんかこう、うん、列があったとするじゃないですか、うん、こう数列っていうのはなんかちょっと難しく、うん、ちょっと難しいのはちょっと許してください、うん、2分の3、2分の5、うん、2分の7ってこう続いていくときになんか、あ、これ2分の1個増えるごとに1増えるんだなみたいな、あれ分かったって言ったじゃないですか。いや、最終的には分かるんだけど今はそれは分からない。そう、なんかこう1ずつ増えていきますみたいな時に、うん、なんかこれをなんかこう予想するんですよね。 N が1の時は2分の 1×1 プラス1で2分の3だって言って予想するんですよ、うん、でそれだからそれをどんどん確かめていくんですけど、うん、これどんどんバーってずっと続くから全部確かめてらんないじゃないですか、うん、だからこれ確かめなくてもいいよっていう証明方法なんですよ。ちなみにやらなくていいんじゃん、そしたら。だから、ね、あの数学ですよね。そう、数学的機能法ってなんか、うん、n がある k のところで成り立つら、うん、次のところが成り立つってことを言えたら、うん、これ、この列がこういう風に書けるよってことを証明できたことになっちゃうんですよ。ってやつだったんですけど覚えてます？全然覚えてないです。で、数、いや、私ね、多分これ数何でやった？数2です。だからもうやってないもん。あ、やってないですか？やったのかもしれないけど、私もやってないもん。なんか数学的機能法をなんか結構なんか僕的にそんな難しくないんですよ。言ってること。よく言われるのがドミノ倒しだって。こういう感じでドミノ倒し。一番全く気にせず起源します、あの進めますからね、うん、顔は気にしないで、うん、こう一番最初をこうドミノがこう倒れたら次のやつ倒れていくじゃないですか。でこう続けて倒れていった時にあるどっかが倒れたらここが倒れたらまた次も倒れるってことを言えたら最初が倒れてくれさえすればずっと倒れていくっていうやつが数学的機能法なんですけど、なんかネット上で見た数学的機能法の使い方を、うん、紹介したいんですけど、ハゲの証明方法ってやつ。はい。え、だからハゲの証明方法。意味わかんない。ハゲ。ハゲって何？髪の毛がない。そっか。ハゲ。じゃあハゲの
ハゲのことを ハゲ、ハゲやるハゲやるハゲハゲ、ハゲは、うん、とりあえずまず毛一本ない、毛も毛がない、うん、で特徴書いていきますね、うん、ハゲに、ハゲに一本毛足したら所詮ハゲですよね。いや、ナミヘイさんですって言われたらもう論破されちゃってるんですけどちょっとまあ、うん、毛一本足しても一本足してもハゲはハゲ。それ毛一本大事にしてる人に失礼だと思うこれを僕の中でのハゲと捉えているんですけどなんか視聴者数減るよ。あ、本当ですか。でもこれが、うん、これじゃおかしいってことを証明するから、まあ、結果オーライです。うん、分かった。じゃあ証明してくれるのね。証明します。なんかまずさっき N 最初の番号 N イコール1の時成り立つかどうかって話してたじゃないですか。してたんですよ、うん、実は案に、うんうん、まず N イコール1の時って一番最初、うん、ドミノ倒しでの一番最初毛がないかっていう話は、毛がなかったさすがにハゲですよね。さすがに認められますよね。さすがに波平さん言えませんよね。一休さんいやあ一休さん坊主と、うん、所詮坊主だから。いやだってさ、あえて自分でその道を選んだ人と、はい、それを道を選ばずしてそうなってしまったら違うからね。え、これって数学ってそういうところ入るんですか。あえて選んだとか、なんかそこら辺も考えなくちゃいけないですか。それも入れられるの、その公式に。いや、入れられないですね。あ、ダメだ。そこまで対応しきれないですねじゃあダメだ。じゃあ頑張れ頑張れ負けんな。破綻なんですけど、じゃあもう行きますよ、うん、そんなの関係ないですよ。毛がないもんハゲはハゲそんなの知らない、うん、知らない。進めてください、はい、毛をなんかこう毛を一本足してもハゲだとすると、例えばこう 毛が毛本ありました、うん、毛だけに、うん、毛本ありまして、そこに1本足したところで、うん、所詮プチプチプチって生えてるだけだから、うん、ハゲには変わりないと、うん、なんかダメですねこれえ、すごい分かりやすい説明してると思ったでしょ僕ですか。で、いや全然分かりやすいとは思ってないですよ、うんうん、分かって出すやすいとは思ってないけど、うん、なんかタジタジですね、うん、頑張ってもうちょっと分かりやすく教えていやちょっと無理ありましたね。いやなんか、うん、あのさ、私はね、なんかそれとドッジボールの子たちが見てるから、なんかハゲハゲ言ってるのもなんかちょっとなんか心が痛んできた、テーマ的に。え、あなたはこれをやるのかと思ったの。いやクリスマス、クリスマス、うん、メリークリスマス、うん、だってじゃあどっちが良かったですか。こっち、そっちの方が良かった。私それやんのかと思ったもん。うそ、これかと思ったよ。これをちょっと出してもらっていいですか。出せます。出せますよ。出せます、出せます。これを出したら絶対にはとかって言って意味ないでしょとかってどうせ言うと思ったんですよ。そんなことないよ、私こういうの結構好きだもん。そのくせハゲのこの僕の企画に対してはこのボロクソ言ってちょっと見てください、僕のやつとどっちがあの高尚なことやってる。これなんか文字解いたらメリークリスマスってなります。どう、どうでもいい。こっちの方がよっぽどいいじゃん。こっちの方が どんだけもう交渉の話をしてる。私その話してんのかと思ったよ。あ、本当ですか、うん、メリえ、だから僕も調べましたよ、ついつい、うん、でちょっと最近話題になってるみたいですよって言うかどうか迷って、うん、え、だからどうせ意味ないでしょみたいな、そういう大人げないこと言うんだろうなと思ってなんでこうなるのかはすごい不思議よ私。だって意味ないんですもん別に、この式自体も。え、そうなの。そうですよ、そうですよ。あ、そうなの。なんかメリークリスマスになるようにこういじいじしてこうしただけなんで。あ、そうなの。そうです。ただこの E わかります。 ME のメリーの ME。 知らない。え、 E あるじゃないですか。 E わかんない。え、メリーのメの E ってことだよね。はい、のメリーのなんだかわかんない。これ昔やったんですよ、ネイピアスってパイみたいなやつでずっと続くやつって。あ、うん、なんか、うん、これこれだって、これだって、これか。じゃあこれ脱がしますか。いや、これこれ、うん、これがいいっていう話を。いいって 2.7 いいって、いい点じゃない 2.7 なんとかみたいな、うん、
やつの、まあ、ちょっと使ってるっていうところがログとかで、ログしてます？知らない、なんか全部拒否しすぎですよちょっとさすがに数学嫌いなの。来年ちょっと変えようかなと思って、さすがに算数の方がいい。算数、うん、もう変えようかなと思っちゃうんです。数学もうちょっともうこんなに心響かないんだと思って負けんだって。いや好きなものは好き。白銀票面白かったよ。本当ですか、うん、いや嘘、絶対嘘。黄金比、黄金比はつまんなかった。そういうこと言うから拗ねちゃうっていう。こっちだって頑張れって、頑張って、こっちだって拗ねちゃうよ。頑張って、うん、応援してるから。本当ですか、うんうん、数学面白くさせて。もうやる、泣きそうじゃないですか。もう泣きそうですよただでさえ今日そんなメンタル強くないのにもうそういうこと言うんじゃ。もう頑張って、はい、応援してる。来年は算数好き好きですね、うん、やっぱ実際そういう方がいいですもんね。算数む、うん、数学難しいのだから、なんかそっちの方が好きでしたもんね。パイとか、うん、そうパイとかパイやらその白銀比やらちょっと簡単めな、うんうん、はい、じゃあシフトチェンジします、うん、数学なんて硬いもんやめますよ、うん、算数にします、うん、いい今年の最後だね。はい、そうですね、うん、来年の道ができました、開けました、うん、ありがとうございます。泣かなくていいよ泣きそうだけど。 CM 中はちょっと危ないかもしれないです。来ちゃうかもしれないです、はい、じゃあね、はい、早く CM に行ってくださいもん、はい、続いてのコーナーに行きたいと思います。今日はね、なんと先ほど冒頭でもねお話ししましたけど、はい、牛久のね、はい、ドッジボール協会さんから、まあ、素敵な方々、はい、お三方登場していただきたいと思いますので、はい、皆さんですね楽しみにしていただきたいと思います、はい、私ねチャンミュー TV 録画してなかったかもしれない疑惑が今ね彷彿してますので、ちょっとですね焦ってますが VTR いきます、どうぞ。牛久に来た。正直やっていけるかすごく不安。こちらにまずどちらに置かれますか。みんなが助けてくれる。この町には染谷がいる。皆さんこんばんは、茨城県常総市出身のシンガーソングライター石塚美咲です。この度の台風18号による鬼怒川決壊で私の出身地茨城県常総市はじめ茨城県内でたくさんの被害が出てしまっています。皆様の義援金のご協力お願いいたします。茨城県ホームページで公表している日本赤十字社または茨城県共同募金、ご覧の振込先にて義援金を受け付けております。皆様の温かいご支援どうぞよろしくお願いいたします。と言ってるだに素敵なゲストさん登場してくださいました、はい、おかえりなさーい、おかえりなさーい、はい、ありがとうございます。おかえりなさーい、はい、よかったです、はい、まあ、チャンミュー TV はね地域は一つの大きな家族というのがテーマでございます。今日もねチャンミュー TV に、まあ、チャンミューファミリーが帰ってきてくれたよという設定でお話進んでいきますので、設定って言っちゃうんですよ、うん、設定で、設定で、はい、いきますので、設定で早速ね始めていきたいんですけども、はい、まずこちらにカメラがありますのでお一人様ずつお名前を教えてください。じゃあ誰からいきますか。どうぞ。よし、うん、秋田月です。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。高野夏実です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、はい、牛久ドッジボール協会、副会長やらせてもらってます斉藤です。はい、よろしくお願いします。ということで赤と赤でね、そうですね、今日意識してきたんです。意識してきました最初、はい、最初からサンタさんですよね。そうですね、そうですね時期なんで時期なんでね、はい、ありがとうございます。すいません合わせていただいちゃってというわけで本日はですね牛久のドッジボール協会の、斉藤副会長とそしてソウルアタッカーズの辰木くんそしてトライアルズの、夏美ちゃんに登場していただいて、はい、ちょっとテロップが逆になっちゃったんですけども、はい、いろいろとお話お伺いしていきたいと思います、はい、まあね、こうやってね本題に行くのがチャンミュー TV は遅いのでまずはね皆さんについていろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、はい、もうねここねたつきくんとかなつみちゃんとか書いちゃってるんだけどニックネームで今回呼ばせていただいてますので、なんて呼んだらいいですか。
えぇ、ー、いつもタツって呼ばれてます。じゃあタツ、じゃあタツって呼ぶね。なつみちゃんはなっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、タツくん、タツ、なっちゃん。そして最初副会長、なにタツ、なに普段呼ばれてるの、なんて呼んでるの。監督ちゃん。そうですね、はい、じゃあ今日監督で、監督いいですか。じゃあ監督と呼ばせていただきます。いやもうでチームなんですね。はい、もうチームの一員の方。あ、私たちもね。そうそうそうですね。そうですね、今日はビシビシ、はい、あれしてください。しごいてください。優しい監督なんで。ありがとうございます。優しくしてください、はい、あの褒められて伸びるタイプなんで。そうですね、はい。じゃあね、そんなみんなにですね聞いてるのは、まあ今日はね、うん、ドッジボールのお話を聞きたいと思って、まあ今日ね来ていただいてるんですけども、はい、まあ、ご趣味をねまずは聞いてみたいと思います。タツの趣味は。いや、ドッジボール。ドッジボールが趣味であると。じゃあ正解だな、ね、正解だね、答え方正解、うん、なっちゃんはテレビ鑑賞。テレビ鑑賞、その流れの中で。おドッジボールではなくテレビ鑑賞でしたが、どんなテレビが好きですか。バラエティ。バラエティ、うん、じゃあお笑い芸人さんとかもそういうのも好きなのかな、うん、じゃあ今一番注目しているお笑い芸人さん誰ですか。最近いっぱいすぎて全然わかんないんだけどね。トレンディエンジェルとか、うん、知ってるの。知ってるね、誰。俺も知らない。私も知らない。トレンディエンジェルに似てる人がいるんですよ、僕の同期で。それだけ。どうでもいいですよね。どうでもいいですよ。強くようとしちゃってすみません、ね、大丈夫ですよ。じゃあね、バラエティが好きななっちゃん、はい、そして監督は。はですね、やっぱりドッジボールですね。ドッジボールでございます、さすが監督。監督です、ね、監督であり、あの自分がやる方じゃないんですけど、うん、いやいや、ビシビシ ねご指導いただいておりますので。いいですね。ありがとうございます。じゃあですね、そんなお三方、はい、血液型も聞いてます。何型ですか、タツは。AB 型です。AB 型。天才肌ですね。あ、いいね、なんか。そうかな。え、なっちゃんは B 型。B 型、ふぅ、B 型、B 型。なっちゃん、なっちゃん。やっぱ B 型だよね。で、監督は、典型的な A 型ですね。A 型っぽいですよね。あ、そうなんですね。すいません。なんかね、A 型っぽさがね、すいません、出てます、ね、伝わってきてます。ありがとうございます。はい、そんな、みんな違うね、AB 型で B 型で A 型という、はい、何型 ?A 型。一緒だ。だから、揃えてきたんですよ、ここは。そういう打ち合わせがあったんです。そういう打ち合わせやってきたんです。A って言いましょう、つって。そんなそれ違うか、それ違うか、はい、じゃあそんなメンバーでお届けしてますけど、最後ね、まあ、牛久の番組なので牛久のおすすめスポットも教えてください。はい、牛久の好きなとこってある、どこか場所。うん、うんうんうん、なかなか難しいかな。監督から行こうか。じゃどうかな、うん、ここっていうところよりも全体じゃないですか。牛久、うんうん、全体がいい、これ今までにない。なんか模範解答になってます。いや、すごい模範解答、さすが監督ですね。じゃあその監督の模範解答を踏まえてなっちゃん行こうか。踏まえちゃった、踏まえちゃった、踏まえての。牛久大仏。あ、牛久大仏、 ありがとうございます。ご近所ですね。ご近所なんです、うちの。そうですよ、あそこも牛久だからね、はい、ちゃんとね、ギリね、はい、じゃあどうやって決まった。じゃあ牛久沼です。牛久沼、もうなんか抑えてきました、ね、抑えてきました。いいところを、さすが監督のナイスパスがあったからですね、うん、いや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 、ありがとうございます。まあ、そんなね、はい、牛久の馬がよくって、牛久大仏がよくて、牛久全体がいいじゃないですかね、はい、という締まりましたね。いいね、うん、そんな3人に、まあ、色々と聞いていきたいのは、今回はですね、牛久のドッジボール協会さんについて色々とお話をお伺いしたいんですけども、はい、牛久のドッジボール協会さんって、あの、もうどれぐらい牛久で活動してるんですかね。ですね、うん、13年、14年ぐらい。だから私たちの小さい子はなかったんですよ。あ、もう29歳なので、はい、どっちもの教科小学生、中学生なんですか。いや、そうですね、小学生がメインの対象ですね。ですよね、だからなかったんですよ、ユーゴの時は。あの一緒にしないでください、あります。あ、そうか、一応あります。でもなんか初めて知りました、うん、初めて知り、それはね、あれですよ、勉強不足でございますよ。いや、本当です、だって奥の地区だからもうちょっと市内のことはもうあまり知らないのに。え、奥の地区の子たちっています、いますか。いますよ。本当に。はい、ちょっと嬉しい。一時期ちょっとこう少なくなったんですけど、うんうん、ここ去年
一昨年あたりからだいぶこう盛り返してきたといいますか、いいな、いいあのドッジボール自体が盛んに、はい、なってきて、なってましたよ。ドッジボールね、いいな本当に。でもえチームとしては今は牛久のドッジボールのチームというと、えチームですと、はい、さっき、紹介してくださいました、はい、ソロアタッカーとトライズの2チームなんですよ、はい、の2チームがあって、はい、それはもう牛久市内の、はい、なんだろうチームっていうのはどういう形でそのチーム分けってなるんですか。一応、まあ、地域といいますか、はい、学校によって一応、まあざっくりとは、はい、じゃあえタツの、ソウルアタッカーズは例えば何小学校の子たちがいるの。今実際に在籍しているのは牛久小、うんうん、神谷小、うん、日立の牛久小、うん、ですかね、うんうんうん、はい。じゃあなっちゃんの方はね、の方は、うん、岡田賞、うん、中根賞、うん、日立の牛久賞、うん、かな。うーん、奥の賞ってどこなんですか。奥の賞の方はあの、はい、子供会の方の、はい、なんていうのかな、ドッジボールで、はい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 、だんだんこう盛り上がってきてるところというか、それは聞いたことあるかもしれない。あの各小学校、うん、子供会のドッジボールは大体あるんですけど、はい、じゃあその子供会とは別に皆さんチームに所属していると。そうですね、あのクラブチームとしてやらせてもらってます。え、ちなみに、はい、どれぐらい練習ってやってるの。立つから行こうか。え、何年かのそういう感じで、うん、あの毎週何曜日と何曜日とか、毎週月曜日で日立の宿小学校で、うん、木金曜日で、うんうん、牛久第三中学校で。え、週3もやってんですか。そうですね、収めてんの。どっちも中学校でやるんですか。場所を借りてってことだね。なっちゃんは、なっちゃんは木曜日で岡田小 で、うん、で日曜日で日立の宿小学校、うんうん、あ、じゃあ週2回で。あ、なるほどね。その他に、うん、だいたい日曜日とかに、うん、あの練習試合ですとか、うん、他のチーム、うん、あの市外の、うんうんうん、他のチームの、うん、チームさんと交流ですとか、うん、あと大会ですとかが、はい、ね、あの、まあ、大会というと、まあ、先日取材にお伺いさせていただいたの、はい、カッパドッチ。そうですね、はい、あの、あれは全国大会。あれはもう全国的な、うん、大きな大会、ね、1000人ぐらいの私が集まるすごい大きな大会、この間ありましたけれども、はい、大会ってどれぐらいあるんですか、このドッジボール大会っていうと。あそこまで大きな規模のはそんなないんですけど、例えば県、茨城県が全部集まったりとか、あとはその、うん、それプラス、うん、ちょっと近隣の他県のチームさんが集まったりする大会は結構ありますよね。うん、じゃあ結構頻繁に試合やってるんだ。やってる、やってる、なんちゃんやってる。ちなみに2人はどうしてドッジボールを始めようと思ったの。確かに気になる。気になるよね。やりたいから。あ、なんかこうやりたいなって思ったきっかけって。まずあの、うん、上 の、 あの兄ちゃんの方が入ってて、それでやりたいと思った入って、お兄ちゃんかっこよかった、笑っちゃったそうなんだ。でもお兄ちゃんに影響されてやりたいとタツは思ったわけだ。で、なっちゃんは、なっちゃんは学校の友達に誘われて入った、うんうん、一緒にやろうよって、はい、なんかさ、ボール速かったりとかさ、痛いなとかさ、そういうの思わなかった。思う。お、今でも思う。いや、今はもう慣れた、うん、え、どれくらい2人はドッジボール歴はどれくらいですか。6年間。え、小1から出る。小1から。え、なんちゃんはめっちゃ3年。小3からやってて、あ、じゃあもうだいぶキャリアは立つわ、あるんだ、うん、なんかすごいよね。え、でもやっぱこんなぼーっとしてますけど、うん、うんとか言ってそんなことないよ。え、でもドッジボールってその私の時とかってなんか、なんていうんですか、フォーメーションみたいな、もうちょっとバラバラしてたような気がするんですけど、最近のドッジボールの子たちは一直線にこう、あれ何なんですか。そうですね、あれはどうして、すごく気になる。そうですね、うん、自分も最初見た時は、うん、すごい、なんていうんだろう、カルチャーショックというか、あ、じゃなかったですよね。どっち断片とかいうのじゃないですよね。違いますね。どっち断片とか知らないでしょ。知らないでしょ。あ、やばい。あくまで競技ドッジボールですよね。はい。そうなんだ。え、でも今はやっぱりそう一直線にこうなって、あれってなんか名前あるんですか。いや、特には名前っていう名前はないんですけど。うんうん、でもやっぱあれの方がそのみんなバラバラしてるよりもボール取りやすかったりとか逃げやすかったりするの。
逃げやすいやないと取りやすい。取りやすいんだ。逃げやすいやないんだ。逃げやすいやない。もうドッジボール逃げないんですか。逃げないですね。あ、逃げないの。はい。逃げないの。逃げないの。逃げる、逃げるもんだと思ってたんですか。逃げるもの。そうですよね。逃げて残ればよっしゃーみたいな。角とかにそっちょって行って、外野のどっちなのみたいな。誰かの後ろにこうやってこう取ってもらうみたいなのはやっぱりないですか。基本、そうですね、うん、あのドッジボールのどっちって避けるとか、うん、避けるって意味らしいんですけど、うん、でも逃げたりとか避けたりとかは基本しないですね、うん、かっけえ。なんかじゃあ普段ってどういう風に練習するんですか、うん、ドッジボールって。普通に、うん、ドッジボール、うん、普通に投げたりとかキャッチしたりとか、そういう練習。強いボール受けたりとか。声ちっちゃいよ。、うん、じゃあちょっとね、どれぐらいのスピードをねみんな投げてるのかとかっていうのはあるんですかね。小学生の、うん、速い子、うんうん、だと、うん、805キロぐらい。そんな速すぎじゃないですか、それちょっと。そんなでもデカさ、ボールのボールで。あのデカさ、超当たった人くらいですか。ですよね。うん、で実際、うん、まあそれは本当に上の方のレベルだとは思うんですけど、この辺で70、それでも5、70から75、80は厳しいかなぐらいですよね。すごい。いやなんかね、見ててやっぱり怖いなと思う、うん、ってしまうんですけども、ドッジボール、そのボールを怖くならないようにするなんかこう秘訣じゃないけど、どうして怖くなくなったのかなっていうのはちょっと、どうして慣れる、あの速さに慣れる。クールですよね。それあの、うん、大人の本気で投げる球で練習しますから。えはい、じゃ監督がめっちゃこうキャーンって投げたのってどうですか。今はもう当てられないです、逆に。そうなんだ、はい、すごい機敏なわけ。取っちゃうんですか、全部。はい、キャッチされちゃいます。すごい。え、なっちゃんも、うん、で小学校3年生が初めて見て、いつぐらいからボールに対する恐怖心ってなくなった。でも、うん、4年生とか5年生とかぐらい、うん、今はもう経験なんですかね。子供たちの中であれじゃないですか、うん、あのキャッチした時 の、 その快感っていうんですか、うん、その強い、ね、アタッカーの球を取ったっていう。やっぱそう思う、取るとやっぱりよっしゃってなる、うん、なる、なる、みんなイエイってやってるもん ね、 ほんね。じゃあもうあと時間がわずかになってきてしまったんですけれども、うん、じゃあドッジボールやってきてよかったなと思ったことを教えてほしいです。うん、まあ、強くなった、うん、やっぱり自分で強くなったなって実感はありますか。ある。6年間やってるもんね。あ、そうだよね。どれぐらいからドッジボール超面白いなと思った。いや、2年生で。じゃあ割かしすぐに早い学生で。そうだね。でそれから今までずっと続けてるんだもんね。じゃあなっちゃんは、うん、うんうん、いつぐらいだろう。結構苦しい練習がいつもあるかな、うん、練習きつい。走ったりとかもするの。走り込みもする。で投げたりとかしてぶつかったりして。辛いですね、もうなんか。いやなんか全身運動ですね、もう超、うん、結構だからいろんなスポーツありますけど、はい、ドッジボールって特殊ですよね。ですかね。そんなことないですか。人に当ててっていうのって。そうですね、なかなかこう、違う。バレーボールとかでも取るじゃない、打つじゃないですか、うん、ですね、サッカーとかも蹴るとか、うん、野球とかも打つ。確かに。どっちもってそれを止めて、それからの攻撃みたいなのだと、ね、なんかちょっと違うよね。ね。あんま違わないみたいな。そうかな。そう、でもなんかドッジボールは牛久の中ではすごく、牛久のカッパドッジって大きな大会がやっぱあったりとかもするし、あとコートも実際に、はい、あのコートってすごい珍しいんですよね。っていうか本来はもう全国大会でないと、使えないコートですね。それが牛久市にあるってすごいラッキーだよね。やっぱり違う、コートのカラーコートでやるのと普通の体育館でやると違う。なんちゃも違う。いい経験してますよね。いいな。だってあれオリンピックとかで使ってるような、はい、
コートなんですよね。なんかオリンピックですとバレーボールの、うんうんね、コートで使ってる材質とかそういう。すげえ、うん、だからねいいな、なんかそうよ、踏んでみたいの、そんな場所。なんかこの軽々しく踏めないですよね、本来は。本来はなんですよ。で、今回、はい、ドッジボールの大会が、はい、また開催されると、そうですね、お伺いしてるんですけれども、はい、今度の、土曜日、日曜日、12月の、26日、27日ですね、はい、に牛久フレンドリーカップ、はい、これ牛久、ドッジボール協会主催になって、うんうん、大々的にやらせてもらいます。もう今週末ですよ ね、 すね、はい、どれくらいのチームの方が、県内外から、合計32チーム、それ以上 の、 申し込みいただいたんですけど、タイムスケジュール的な問題ですとか、うん、あと場所の問題もあって、うん、ちょっと32チームに限らせてもらったんですが、もちろん両キャプテンも出る、はい、だから意気込みは十分あれですよね。どう、じゃあ意気込みを教えてください。週末の大会に受けて勝って準決勝までに行きたい。お、勝って準決勝までに行きたい。準決勝でいいの？いや、うん、それ以上行きたい、うん、けどまずは準決勝、小さなゴールを目指して。いいですね、着実ですね。なんちゃんは、あと卒団までももうちょっとだし、うんうん、だから6年生だから、うん、試合も少ししかないので、うんうん、精一杯やりたいです。頑張れ。こういうコメントがいいですね。涙出てきたんだよね。そのコートも今回はそうですね、はい、カラーコートを使わせていただきます。ということで、はい、今までフレンドリーカップっていうのはコート使ってたんですか？去年のフレンドリーカップは、うん、カラーコート使わせてもらいました、うん、去年からですかね。すごいですね、牛久の大会はすごいですよね。効率高すぎですね。ね、子供たち恵まれた環境でやらせてもらってますね。だよね、羨ましい。これは今後、はい、中学校になるとドッジボールってなかなかできなくなってしまうんですか？ただ、中学生になっても、うんうん、やってる子はいます。大人のドッジボールチームが、はい、あるんですか？で、牛久にもありますし、牛久市外でも結構、大人の方々が団体をやられてるチームがあったりするので、ですからぜひね、学校の部活動とは別にでも別にやりたいと。いいですね、それ。やりたい。あ、頼もしいキャプテンでございますね。頑張ってもらいたいと思います。で、なんか今日は、うん、両キャプテンからそれぞれチームについてをちょっとなんか宣伝してもらえるっていうふうに聞いてるんですけども、ちょっとそんな宣伝してもらってもいいですか？教えてください。じゃあタツからお願いします。シソラタッカーズエース、練習日は月曜日の社長の宿舎で、木金曜日に牛久第三中学校で練習やっています。楽しいのでぜひ来てください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあなっちゃん行こうか。なっちゃん、毎週木曜日、岡田小と日曜日に日立の宿小学校で練習をやってます。見学や体験からでもいいのでぜひ入ってください。はい、ありがとうございます。ちなみに実際に体験行きたいなとか入りたいなっていう時はどこに連絡すればいいですか？一応、うんうん、牛久ドッジボール協会の、うんうん、ホームページの方からでも連絡取っていただいても結構ですし、うんうん、そうですね、練習日の時に直接見ていただいても、うん、大丈夫ですか？大丈夫かな、うん、なのでチャンミ TV 見てる皆さん、はい、ぜひですねドッジボール一回やってみたいなとか知りたいなと思ったらぜひ行ってみてください。体験とかもできるとそうです、ね、いうことなのでぜひよろしくお願いしますということで、あっという間にお時間になってしまったの で、うんでね、最後ですねチャンミ TV の提供さんのご紹介をしてコメントのね確認をして、店じまいにしたいと思いますので、はい、すちょっと一旦 VTR でございます。どうぞ。チャンミ TV は佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたしました。衣装提供は
門倉商店さんと帝さんの提供です。チャミ、戻ってきましたけれども、はい、コメントは来てるかな。はいはい、はいはい、コメント来ております。お願いします。ですね、満足さんが大会があるんですね、ドッジボールやってるとこ一度見てみたいなと、これって見に行ける、誰のどなたでも、はい、福祉 の下根の運動公園の方で、下根の公園でやりますんで、ぜひ見てみてください。見てみてください、はい、あのね、見るとほんとスピードとか、あとね、子供たちにすごくびっくりします。あ、果敢にこうボールに向かっていくところとか、あのね、取材の VTR ですごいびっくりしてたんですけど、ユーゴンとか、でもぜひ生で見ていただきたいと思いますので、皆さん足を運びくださいと。いや、きれい、あっという間にお時間になりましたが、もう一つコメントありそうです。さっきのユーゴンに対するですね、歌舞伎堂さんが、ハゲハゲハゲ、こうや喧嘩売ってんのかとか、売ってないです、否定しました。僕は昔聞いたが、内容忘れたとか、はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。ということで、あっという間にお時間になってしまいましたけれども、今日はですね、牛久ドッジボール協会さんから、監督と、そしてタツとなっちゃんに登場していただいて、いろいろとですね、お話をお伺いしました。今日は本当に皆さんありがとうございました。ございました。じゃあ、大会、今回が最後の大会ではない。ではないですね。最後の大会ではないということですけど、年内最後なので、はい、ぜひ頑張って。頑張ってほしいです。頑張ってね。はい、ということで皆さん、また明後日も見てくださいね。おやすみなさい、はい、バイバーイ。カメラに向かってみんなバイバーイ。はーい、ありがとう。